Hey, what's up? 英会話スクール、English Partners のレイニーです。今週もお疲れ様でしたは、まあ、英語で、Great work this week! えー、お疲れ様という表現はもうその時その時でちょっと選ばれる。えー 語表現が変わってくるんですよね。まあ、今回はビジネスシーンで役立つ一言ということで、Great work を選んでみました。あの、ビジネスシーンでこれ上司に言うには少し失礼に当たるんですけれども、同僚や部下にどんどん使ってみてください。一緒に練習していきましょう。今週もお疲れ様でした。良い週末を。Great work this week. Have a good weekend. はい。いいでしょう。 今週もお疲れ様でしたは英語で Great work this week! どんどん使ってビジネスシーンで役立ててくださいね。出張英会話レッスンなら English Partners で検索、オンラインレッスンもやってます。